はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストしゅんです。今ね、冒頭で見ていただいたアレンジメントを今日は作ります。このね、アンスリウムの使い方がまあポイントになってくると思います。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、ではね、今日はこちらの器にアレンジメントを作っていきます。いってみましょう。はい、今回はね、まず先にこのグリーンから決めていきます。まずモンステラを入れていきます。はい、モンステラはこう方向性をね持って左から右へ流しています。まあこれ逆でも大丈夫です。今回は先にねグリーンを決めていっちゃうんで、もうここファンデーションワークをざっとしちゃいます。レザーリーフファンですね。はい、このような感じです。はい、そしたら次こう赤ドラスナを、まあ、今回こうちょっと変わった形してるんで、この横にこう流れてる赤ドラスナをこうね、要はこう特徴的じゃないですか。こんなひん曲がってる赤ドラなんかまずないでしょ。だからこれはねもうね宝物ですよ。だからちょっとこう2枚ぐらいとか取っといて、あとはこうパーツで弾きましょうね。パーツにした赤ドラをこう丸めてホチキスで留めます。で、この根元のところにつけてみましょう。はい、このような状態です。こういうふうにね、こう流れるようなラインができてますでしょ。そしたら今回はここでアンスリウム入れちゃいますね。でね、このアンスってはっきり言ってどう入れてもいいんですよ。だからこの今手元にあるアンスリウムが一番いい形になるように入れていきましょう。はい、こういうふうに入れていきます。で、バラを根元に入れましょう。そしたら次にこのガーベラをね入れていきます。ガーベラはこういつも言うようにワイヤーをね中にインソーションしましょうね。はい、こちらでガーベラが入れ終わりました。そしたらさっき取っといたこのドラスナですね、これがまあうまいこと入るかな。やっぱり2枚は無理だから1枚ずつにしましょうね。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。どうぞ。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。このアクセントラインですね、要するにこのアクセントラインですね、この入れ方で結構アレンジは変化します。なのでぜひこのラインの入れ方には気をつけてみてください。はい、このフラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちらをクリックしてください。スマートフォン、タブレットの方はこちらが見えてないと思いますので、この下のリンクよりお願いいたします。それでは一人でも多くのチャンネル登録をお待ちしております。